はい、今回は手持ちをすべて、ミシック武器にしてビクロイしようと思います。今グルートのブランブルシールドが出ないですけど、回復大丈夫ですか？被弾しなければいいだけの話さ。ま、とりあえずオープニングどうぞ。くそ、ストームが迫ってきやがるぜ。この剣士を使って上に上がろう。ボケ、資材ないから僕は、ボードで飛んでくよ。わかった、後で合流しよう。オケ。そこでボード使うなあ、ごめんなさい。はい、ミシック武器集めるぜ。そうですね。とりあえずここで一つでもミシックゲットしないと、すべてミシックにできないんだよね。あ、そのミシックだ。くれくれくれ。あ、くれくれ中だ。回復してる今がチャンス。あ、なんかやられてる。ボードの方もあるじゃん。今日はついてるぜ。さっさとボード盗んで逃げよっか。はい、次はアイアンマンのミシック武器を取りに来たぜ。さすがにもうないでしょ。あるしかも普通に落ちてるし、っていうかブーム、ドメインもあるこれ僕のために誰か置いてくれたのか？ブーム、ドメインまであるのは、びっくりだな。ほんとそれ、あとは、ビクロイ取るだけだぜ。早速僕のミシック武器にやられに、来たかもがいるぜ。車に乗ってるなんてブーム、ドメインの餌食にしてやるぜ。敵さんの愛車が傷ついちゃったよ。これ愛車だったんだ。まあどうでもいいや。ガントレットで削って最後はミニビーム。敵さんかわいそうだな。まだまだ倒しに行くぜ。正面にいる敵に、あれをやったるぜ。あれとは？いやま、そう、そう。は？両押し60ダメージ。さっきの何？気にするな。気になるわ。田中に。話をそらしやがった。はい、最後にミニビーム。あ、倒せなかった。ま、あとは、ブーム、ドメインで、やったぜ。ん？この敵ブーム、ドメインの、元気玉持ってませんか？本当じゃん。サムネ取らなきゃ。多分すべてのミシック武器を、1試合中にゲットすることは、もうないと思うから今のうちに、サムネ取らなきゃ。そうかもしれないけどいちいちサムネを、撮るシーンを動画で使うなよ。別にいいだろ、建築で台を作ってや。ストームが来ちゃうからもうここで取るしかない。必死やな。よし、この辺にアイテムを並べて。うん、ちょっと後ろの建築邪魔だなぁ。あとは、エモートしてリプレイ機能で撮影や。よし、うまく取れたぜ。この辺に敵がいる気がするぜ。嘘だな。本当だって、ほらー、いたじゃん。本当だ。よーし、最初にこの元気玉をぶつけてやるぜー。当たったぜ。あとは、2種のガントレットでパチュンパチュンしとけば、倒せるっしょ。ミシック武器強しだなー。そこの君に元気玉をプレゼントさ。超絶いらないプレゼント。え？何々元気玉だけじゃ物足りないって？じゃあミニビームもプレゼントさ。受け取り不可能なプレゼント。もっとプレゼントが欲しいって？仕方ないなぁ。このハンマーをプレゼントしてあげるよ。おまけにこの基盤もあげちゃうぜ。死のプレゼント。いやぁ、ミシック武器強すぎて絶対に負けないっすわー。うわ、すぐに調子乗るやつ。めっちゃ腹立つ。え？なになにめっちゃアマタスだって？それ天気予報の人や。今日の天気はユニオンビーム時々基盤ですね。なのでお出かけの際は傘を持っていきましょう。傘でユニビーム防げないやろ。キングスマンの傘ならワンチャン。確かに。っていうかガントレットだとなかなか建築が破壊できないのですが。イエー。ケラ。イエー。ふう、危なかったー。あ、負けたな。おいおい、まだわかんねえぞ。でも回復ないし崖から落ちてるし、絶対にやられるっしょ。ふ、こんだけミシック武器があるんだぞ。あ。よし、まだアイアンマンいるぜ。さっきの試合から4時間が経過してます。しー、言わなければバレなかっただろ。はい、ブーム、ドメインを拾いに来たぜ。さすがにもういないっしょ。いや、いるね。謎に自信満々だな。アウトコースから華麗にドリフトして、完璧な駐車だ。で、建築ができたばっかりだからこの辺に敵がいるぜ。後ろの鉄建築のことね。そうでやんす。
急にプリマス設定なまりやめて。この辺に敵がいそうだからぶちかまして。あ、やっぱりいたわ。この人ブーム、ドメイン持ってるかな？持ってるかいですね。510ダメージ。敵の体力がマックスだったとしても、残り体力は90。ユニビームで倒そうと思ったけど当たらなかったぜ。もし当たってたらぴったり90ダメージで倒せてたのに。そうでやんす。プリマス今流行ってるのか？俺でやんす？黙れ。クリマツかわいそう。バカにされてちゃ待ってられないでやんす。ちょっとクリマツでしゃばりすぎかな。それな。そうでやんす。ということ？まあクリマツはどうでもよくて、この敵ブーム、ドメイン持ってますね。ならデガヒでも倒したいですね。もう倒したぜ。手持ちがフルミシックになった我を倒すことは誰にもできない。さっきやられてましたけどね。黙れ。急に口悪くなったな。くらえ、ソーノムジュルニアストライク。すみません。ゲーム音が音割れしているのですが。嘘をつくな。本当なんですけど。ゲーム音を聞いてやろう。BGM ストップしろ。どれどれ本当に音割れしているのか？めちゃくちゃ音割れしてるじゃん。まずい、残り人数2人になってるのに。手持ちがフルミシックじゃない。またやり直しですね。まだ手持ちをフルミシックにできるぜ。どうやって？あい、手持ちがフルミシックになったぜ。あい、手持ちがフルミシックになったぜ。それただのリボルバーじゃん。ミシックリボルバーです。いや、レジェンドリボルバーじゃん。レジェンドイコールミシック、OK？ いやいや、全く OK？じゃないよ。まあレジェンドがミシックになるまでにいろいろありまして。いろいろってなんだよ。さっきまでの試合が土曜日に撮影しまして、で日曜日に編集を終わらせて、で月曜日にフルミシックでビクロイして動画投稿しようと思ったらもう火曜日やん。フルミシックでビクロイできなかったんだ。4連休終わるやん。だからミシックリボルバーになりました。要するにこの4連休中に動画投稿したかったけど、フルミシックでビクロイできなかったからもうこれで勘弁してっていうことかな。そういうことだ。やったー、フルミシックでビクロイできたー。フルミシックとは？あい、終わり。あ、そうそう、動画の最後におまけを作ったから見ていってね。おまけ、かっこ本編。それじゃあここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。おまけあるよ。はい、僕のドライブテクニックを見せてやるぜ。ガソリンスタンドに車をかっこよく止めるぜ。どやー。運転だけは